社のつく言葉は禁句よ。いい？先を急がないと。テキサスより西ではそこだけゾンビがいない。本当よ。婚約指輪よ。ガソリン入れるために外したんだけど、バッグに入れたのに落ちたみたい。飛行機に乗り遅れちゃう。お礼はするわ。3000ドルでいい？この車より高いの。そしてキノコ中毒、それからあれは手のつけられない悪ガキグループ。水飲み場の水は飲まない方が安全よ。じゃあ私たちの仲間にならない？嫌じゃなければ。あの小枝みたいに細いのがサンダーとライトニング、そしてあそこにいるダースベイダーみたいなのがボスコ。この公園を牛耳ってる乱暴者よ。ボスコの彼女はミスパーフェクトのイゼベル。下手に近づくと危険よ。嫉妬深いボスコが。何でもない。ヨットクラブの桟橋の下で気取り屋たちが騒ぐだけ。昨日は居残りをした。清掃員のリストラで掃除をする羽目に。デマが消えてくれることを願った。犯した罪を認めてこうして罰を受け入れるから解放してほしい。高校は例外。校長ってのは航海に出た船の船長のようなもの。誰と結婚してもいい。話すの久しぶり。元気？ブランドン、昨日鼻血を出してたよね。あんたいじめられた方でしょ。 Your body is Wonderland 聞き逃した。ジョー・メイヤーの大ヒット曲よ。ねえ悪いけど、遅れんなら顔にクソされる方がよっぽどマシ。あの曲聴けないのってそれほど最低なの。距離を置かないくらい仕事より彼女を優先させたら、私たち付き合ってるんだし。だって職場の人は誰も慰めてくれないよ。お尻の穴に指入れの好きでもゲイとは限らないって。ジョーはシェリル・クローに並ぶスターよ。ダメなのは私。あんたを好きになれないから。嘘でしょ。なんなの臭いセリフ。あなたいくつ？そうかも。年齢的にもうナンパ師は卒業すべきなんじゃないの？あのね、実はそろそろ帰る時間なの。大番組があるから。今の聞いた？特別な夜だって。プロポーズってことかな。いい人だもの。時間が必要。考えないとわからないような関係だってことね。これってめちゃ笑える。とっとと次行くわ。いえ、そうとは言い切れません。スタインさんは？エレン・スタイン、ニューヨークのハーパー&ロー出版の。私作家になりたいんです。ブラックリーさん、とにかくそれで応募したらスタインさんに経験を積めと言われました。将来性はある。経験を積んで再度応募してください。家事ってつまり？彼女の記事はいつも読んでます。今日就職したの。ジャクソンジャーナル新聞、マーナ女子のコラムなんだ。エビリンに相談していい？どうやって来たの？ここ20階よ。ああ、かわいい。本当に綺麗よ。素敵だってば。まだちゃんと咲いてる。スーツはその中？ディナー用の。その服で食べるの？そう、彼がピーター。これがどういうことか分かってる。私が小さい頃から父は毎朝バッジを胸につけて仕事に出かける。銃をホルスターに刺して無事に帰ってくるか分からないまま毎日父の帰りを待ってきた。ええ、そうね。氷菓子の仲間にしては痩せすぎだし。降参するわ。あなた何やってる人？やっぱりね。どんなゲーム？ならこの悪い世界から私を救い出したい？出会えなかったなんてどこで何してたの？聖書セールスマンのジェリー。立派な職業ね。見つかれば殺されるわよ。ミッキー、私が彼のタイプ。それが大切。死人みたい。公衆便所の便器で寝てたみたい。クリスマスにガンが分かったガキみたい。ドロシー、失礼なやつ。ろくでなし。言い直せ言い直せ。 HPV は鶏と卵どっちが先かみたいな話ね。ベロニカは元気。ヌに私の名前をつけるなんて。あの人は魔法使いだ。春を指でほじほじ。まだ好き？ねえ、もしかしてあなたがハマった渋滞ってロシアのギャングと関係ある？マシンガン乱射とか。どうなの？なんで隠したの？天心食べに来るよね。じゃあ8時遅れないで。後でスピーチしてあげる。何度も何度も。一晩中聞いてちょうだい。スパイダーマンのあなたも確かに好きよ。愛してるのはピーターのあなた。それが全て。私を失いたくないから一緒にいられないの。本末転倒じゃない？あなたはこの話を。こんなの続けていけない。ありがとう。待って、静かにね。今来てるの。メンタルインプレッションが。ご出身は東洋？中国？行ったことある？よく訪れる？ただそういうインプレッションが。大丈夫、忘れて。消えたから。ドイツが見えるわ。ドイツへ行ったことは？見えるわ。中国の文字みたい。書き物だわ。私をからかってるの？誰のためにやってるわけ？パパにはキャリアがあった。コミックのヒーローをやるまでね。バードスーツの中に誰がいたかみんな忘れた。この芝居は古臭い本で60年前のなんでしょ。見に来るのは金持ちの年寄りで、芝居を見た後にどこでお茶しようかって考えてるだけよ。誰も真剣に見てない。ちょっと現実を見つめて。パパは芸術をやってるんじゃない。芝居をやるのはまたチヤホヤされたいから。でも知ってる？世界中の人が有名になりたくて毎日ネットで発信してパパ
パはそれを無視してる。顔赤くなってません？大変な惨事ありがとうございます。ああ、実は先生の著書の中でわからないところがあったんですけど、それでもしよかったら教えていただけると嬉しいんですが。先生の存在に対する考え方ってすごく厳しいですよね。埋め合わせる楽しみなんか一つもないみたいで、著作もあって論文も書いてたくさんやってらっしゃる。完全に壊れてた。あの時は絶対にイカれてたわ。ほんと正気じゃなかった。あなただってきっと驚いたはず。いえ、ターナは元気。ターナは元気なんだけど、デンバーに着くまで言わないのよね。 GT スキャンでの亀裂が気になる。色覚検査はしましたか？被害者は死亡、犯人は署で高笑いをしています。何が被疑者の権利よ。ここは私の教室よ。嫌だったら出て行きなさい。いえ、邪魔ある。イカれてるのはあなた。